写真拡大。阪神の森谷勲晃投手26が球団広報を通じて取材に応じ、地元倉敷への思いを語った。本来なら今日28日は倉敷で DeNA 戦が組まれていた。森谷は倉敷で投げる機会がなくなってしまったことは残念ですと話した。昨年倉敷での登板で1回持たず2失点を喫し負け投手になった。去年は最悪の状態だったと振り返り、今シーズンもっと成長してその姿を倉敷の方々に見てもらえるようにしたいですと意気込んだ。自主練習のテーマについて、自分の納得のいくボールを投げられる確率を上げていくことですと、開幕に向けての調整も進めている。大観衆の中で投げたいというモチベーションを保ちながら、さっきブルペンを支えた右腕はさらなる高みを目指す。